それでですね、ちょっともう少し前振りをやらせてほしいんですけども、まあ、読む本いっぱいあって大変だと思うんですよね、皆さんもね。で、僕もやっぱり大変で、なかなか本っていい本いっぱいあるから今読み切れないと思うんですが、もしあの先の大戦を実像を知る上で4冊しか読めないとしたら、読んでほしい本は一つがベロナですね。ベロナ、ウニ点点、ベロナ、ベロナ文書のベロナ、ベロナね。これは何かっていうと、結局アメリカというのはルーズベルト政権が戦争を進めたわけですね。で、世論も共和党系本来保守の人たちも戦争絶対反対だったんです。それを無理くりルーズベルトがやったんですけども、ルーズベルト自身あるいは周りにコミュニティの共産主義者に書いたんですね。そうなんです。で、彼らが本国に暗号で連絡を入れてるわけですね。それを陸軍、アメリカの陸軍は傍受して、そして暗号を解読して、戦後何十年もかけて、で、その内容をまとめて出版されたのがベロナです。その暗号解読、傍受暗号解読のこういうベロナ作戦って言ったら、これはいい本ですね。それから2番目は、これ最近翻訳が出たんですが、裏切られた自由かな、ビトレイドフィールド、そうね、裏切られた自由で、さっきから名前出してますが、フーバー元大統領、ルーズベルトの前の大統領ですね、彼の回顧録で、要するに前の大統領が次の大統領に対してこんなに陰謀をやって、本来戦争するはずなかったアメリカが戦争に走ってしまったって、その全部内幕を書いたんです。それは出版されてるんです、日本語で、ね、最近ね。一冊確か8000か9000ぐらいですね。8000だって高いから、図書館で借りてくれるんですね。これ2冊目で、どうしてもね、あと2冊しか買えないよとか、これ買ってたからね。これすごくいい本で、戦争ってのはこっちと相手とどっちがなきゃダメですよね。あんなね、おかしな戦争なんですよ。実は日本とアメリカって総力戦やる必要全くなかったですから。で、アメリカ側の要因はベロナと今ので分かります。で、これ日本側の要因ね。これを今までぜ明らかにされてなかったことが入ってます。戦後72年全く分かんないことが入ってます。今から話しますけど、日本側の要因で、ちょっとまだ余裕がある人はこれ4冊でも、これ買えば分かりますんで、3冊ではこと足りないということですね。で、実は今いろんなテーマが入ってるんですけども、このように今の軸に、日本がね、アメリカがルーズベルトによって無理くり戦争に参加したように、日本はこの辺によって無理くり戦争に引きずり込まれるんですね。シナ事変のね、もちろんコミントルが仕掛けてるってことがベースですけどね、なんですよ。で、この辺の動機は何だったかっていうのもこれから詳しくお話しますが、あっとびっくりという話なんですけれども、あとこの中で私がテーマとして、入れてたのは陸軍と共産主義者の関係です ね。で、私本来の思いとしたら、陸軍ほど立派な人格のですね、将校がいた組織ではないというふうに確信を持ってたし、あくまでも国のために戦ってたというのが私は確信なんですが、いろんな世間意見とか論がありましてね、陸軍の共産主義者だったとかね、陸軍の一部が共産主義者だったとかいう本もあるわけですよ。僕はそんなはずがないということを思ってたんですが、渡辺正一先生が亡くなるちょうど1年前ですね、本当お元気な頃の最後の時期なんですよ、大変恐縮ですよ。対談させていただいて、渡辺正一先生が、私がこの本を出した後なんですけども、この延長線上にはその話が絶対出てきますので、その研究をぜひするようにということで、対談の中から休み時間かな、すごく目と目を合わせて言われてたということがありまして、それが非常に残ってましてね、それが一つの動機になったということで、これ本が出てますね。で、これこれね、ちょっとね、高いんですけど、私にはどうにもならなくて、2300円、出版社が決めるんですけども、でも出版社もすごくいいことやってましてね、この写真ってすごくいい写真なんですよ、この本のね。これ何がいいかっていうと、これもコネ文丸がね、きっちり写ってる写真ですけども、これね、本屋でやらないでほしいんですけどね、買った人だけね、これめくってほしいんですよ、帯めくると、何が出てくるかっていうと、これね、そう。マイク。それ原稿が出てくるんですよ、これ。いい写真でしょ。これなんだか分かります？これ。
これラジオ演説ですよ、ね、でこの絵っていうのは全然ね、あの優柔不断でもないしぼんやりしてないんですよ。ものすごい頭いいし情報収集があるしものすごい能動的ですよ。昭和9年に渡米してるんです。あるいはあのベルサイユ講和会議にね、西園寺気持ちと言論について言ってるんですけど、かなり現地に情報収集してるんですね。で 20世紀はプロパガンダっていうのをこの人だっていち早く掴んでるんです。日本の政治家では多分唯一だと思います。で首相になってからもラジオ演説をやってるんです。直接語りかけるんです。で早くからこれやったと世界3人しかいないんですよ。1人はヒトラーですよ。もう1人はルーズベルト、ロヘンダオとか、3人目、意外と知られてないとか隠されてないとか、こうなるものなんですよ、ね、最先端、今で言えばもうネットをフル活用ですよね。で、貴公子宰相と言われた、すごく人気があったんですよ。コネって首相になるときに、実はこれもあまり戦後伝えられてないですが、内務省とか警視庁って、警察庁って、警察って世論調査しっかりやったんですよ。一説によると90何%支持率。で、貴公子で身長180センチね、洋行外務だし、京都大学の時から貴族院議員で、で、貴族院の副議長、部長やってすぐ首相ですからね。ね、で、すごい金持ちだし、声も優しいし、このラジオ演説が始まるぞというと、ラジオの前に、当時女性たちがキャーキャーと集まったんですって。で、その走ったないよって言われるけど、まあ、コネさんにしょうがないかなって、どのぐらいの盛り上がり方だって。これ、プロパガンダですね、完全にね。それで知らずに煽ってるんですよね。ね、で、みんな NHK と朝日新聞の問題ですよね。今もね、みんな戦ってますよね、ここにいる人たちね。ね、で朝日、さっき言ったあの風見明っていうのは朝日新聞出身なんですが、これもこれ隠されて知られてないんですけど、これラジオ NHK ラジオですよね、当然ね。ね、全国放送。当時の NHK の総裁って誰だと思います？誰だと思います？同じ辺マイクの総裁、NHK の総裁って思うがままですよ。これってね、コネ不満だったんです、でしょ？そうなんです。彼は昭和9年に渡米した後、帰ってきてまず NHK を再編してるんですね。当時は、支部とか、支所制で、割と地方分権的なことで始まったんです。ラジオ放送それを統一してですね、一社完全統一体制にして昭和12年に自分が総裁になったんですよ。で、NHK の総裁って偉かったんですよ。会長の上だったんですよ。会長はまた別にいたんですよ。で、この絵は昭和20年まで NHK の総裁だったんですよ。これも知られてないですね。隠されてますよね。これ本当の話ですよ。自分が総裁で自分でこうやってやったんですよ。もう動画ままですよ。ね。で、フェイクニュースって最近というか近年の流行語ですけど、当時はフェイクニュースですよ。朝日新聞、NHK、同じニュースは登場人物です、ね、これがだからね、すごくいい表紙で、まあいろんな、これも写真もいい写真だし、いろんな資料をこれ私、踏まえてます。で、これはですね、まあ、とにかくだんだん私この話してて実は腹が立ってくるんですけどね、だんだん興奮していくんですよ。だんだんじゃなくて、今日冒頭から興奮してきましたけど、これ結構大変だったんです、書くのね。で、まあ、2年って出版社に言ってるんだけど、実は10年ぐらいかかってて、で一次資料で222これ見てるんです。主要一次資料、主要参考文献でね、主要っていうのは全部目を落としたってことです。で、その他に200ぐらいの参考文献を使ってるんですね。で、こっちは103ぐらいですかね。で、積み上げてるんですけども、なんでそこまで力を入れる高く入れなきゃいけないと本人も思った、私も思ったかっていう動機なんですけども、さっきのことにもつながりますが、この絵の時代を知らないと意外だと思いますが、現代のことわからないんですね。現代我々が苦しんでるいろんな問題ありますよね。それって根っこが一つで、その根っこがいつからかっていうと、それはこの絵時代からなんです、実は。で、その当時重心とか言論いましたよね。結構そこに自由主義者とか保守主義者とかね、国際主義者とかいろんな重心と言論たちいたんですが、権威も含めてこの絵おかしいじゃないかっていうのはその人たちは指摘したんだから、お前の今の政治家日本おかしくなったって。それ何かっていうと、これは一番根本問題ですね。我が国開闢以来とか
あるいは明治維新以降と言ってもいいかもしれません。どちらでもいいんですけども、反日の革新派が政権の中枢に入ったんですよ。反日の革新派が政権の中枢に入った。この時代から第一次前から、さっき言った共産主義が風見明です。ちょっと話ばっかりあれかもしれないので、これね、これちょっと写真画像暗くなっちゃってるんですが、イメージだけ。これ第二次近衛内閣、第二次近衛内閣の写真で、真ん中が近衛首相なんですけども、一番左が風見明、この時は司法大臣です。共産主義者が司法大臣、ね、で隣が東条首相で海軍大臣で、一番右が松尾ですけど、ね、第一次内閣の時はこの風見明っていうのは官房長官でしたね。ちょっと質問恐縮ですが、風見明って今日初めて聞いた方がいらっしゃいますね。ありがとうございます。結構皆さんご存知ですね。だから反日の分子がこの政権中枢だけじゃなくて、広く政界とか、マスコミとか学会とか、あるいは官会とかね、入ってて戦前ですよ。今戦前もそうだし、今もそうだし、その状況がはっきりしてきたのは近衛とかですからね。また近衛が入れてるんですよ。先生ちょっといいですか、反日ってのは具体的に言うと、あ、これから説明します。あ、そうです。天皇陛下に反抗すると、もちろんそうです。要するに日本の国体を何にものにしようということですね、彼の一番目から、ね、でルーズベルトがこう見てのたくさん入れたように、近衛も同じことやってるんですよ、日本国体で。で戦後はその系譜ですよ。でこの風見明というのはあまり知られてないですけども、ね、戦後引き継いで近衛は運動が続いてるわけですね。今の自虐史観、あるいは市内への謝罪外交、戦後一早く打ち立てたのはこの風見明ですからね。村山 あの元首相の師匠、大師匠です、神様ですね。それから沖縄の基地の問題をはじめ、反米運動のこれ元祖です、戦後一早く。これ戦前から続いてるんですよ、戦前からの彼の政治活動ね。だから根っこはこの絵です、ね、彼を抜擢したのはこの絵ですね。どう抜擢したかもちょっと後で言いますけどね。それから当時と今似てるのは、それからマスコミね、フェイクニュース、反動、フェイクニュースであり反日報道ね、これはさっき言いました NHK もそうだし、朝日新聞、登場人物と一緒ですよね。それから当時と今すごく似てるのは軍事的脅威ですね。軍事的脅威はね、当然あの頃にもあったわけで、今もありますよね。シナもそうだし、北朝鮮の核ってもう明らかに軍事的脅威ですけども、あんま報道しないですけどね、すごく似てる。それからもう一つ似てるのは、すごく人気のリーダーが出てるんですね。で当時は近衛ですね、第一次、第二次、第三次内閣、ね、支持率は 90%何ね。で今は安倍首相ですね。でもちろん真逆ですよ、近衛と比較するすべもないね、安倍首相に期待するところないんです。真逆ですけども、いずれにしても人気のリーダーが出てると非常に似てるんですね。ところが違うところは全く、それだけ時代状況が一緒で危機感を持たなきゃいけないんだけども、全く違うところがあって、敵の目指すところ、我々を持っていこうというところは逆なんですね。当時は戦争をさせようとしたわけです、ね、拡大しようとしたわけです。しなくてもいい、日米総力戦なんかやらなくてもよかったのに、そっちに持っていかれたわけですな。で盧溝橋事件なんかもコミンテルもピョンピョンと撃ったのです。もう現地協定結ばれてるのに煽ったわけですね。これ煽ったのもこの人たちですけどね、後で言いますけどね。今真逆ですね、今危機感を持たなきゃいけないのにね、戦争体制を整えな、防衛体制を整えなきゃいけないように、そうじゃないね、大丈夫だ大丈夫だ、ゆでがえるようにして目指す、ね、危機の質は真逆なんですけど、でも時代状況はそっくりで、そのこの今の時代状況の根っこは何で、それがどこから来たかっていうことを知るには、この辺を知らなきゃいけないですね、というのが問題意識で、だから私は徹底的にやったということです。はい、それとですね、もうちょっと、だいぶ時間取っちゃった、もうちょっとです。最後、前振りの最後、あの戦争を表す歌ってあるんですよ。有名なのは昭和16年9月の陛下のです、明治天皇の御製を引用した、世物の海ね、皆原からと思うようになど、あだ波の立ち騒ぐだ、ね、
あと肩波ですよ、波風じゃなくて、ね、これは陛下がみんな前の国と長くやっていきたいのに、なんでねアメリカがねこんな完全経済封鎖の日本を締め付けてくんだというようなことを暗に歌にしたと、まあ、平和愛好の歌ですよね、もちろん、ね、で当時はまだ昭和16年の9月7日の段階では勝つ戦争戦略っていうのは完成してなかったから、ね、そのことは陛下はまだ存じなかったから、当然外交一本ですよ、それしかないという歌なんですけども、私はそれ以上にあの戦争を表す歌ってこれだと思うんですね。この世は我が家ととはもう望月の欠けたることもなしと思います、ね、これ聞いたことはありますよ ね、 ね、そうですね、この世は我が家ととはもう望月の欠けたることもなしと思います、これ藤原の道なんですね。で、近衛文麿っていうのはあの藤原家の筆頭なんですね。藤原、中富の鎌足の末裔ですよね。で、当時はそういった意味では家族の筆頭で陛下のすぐ近くで、そういう意味での実力がナンバーワン で膨大な資産を持って、でさっき言った見た目も良くて人気もあってね、養殖についててね、まあ実力ナンバーワンですよね。で、彼は、まあ、これから詳しく説明しますけども、結論だけ言うと昭和天皇のこと嫌いだったんですね。それから彼はすごく藤原っていうのを大事にしてて、まあ、当然ですけどね、藤原が途中で別れて近衛家っていうのができたんですけども、その中の筆頭、藤原一族の筆頭が近衛家ですから、それの当主なんですけども、近衛文麿って藩校も当然あるけども、それ以上に彼は藤原文麿って藩校を大事にしたんですね。で、これ信濃事変が大変で贅沢は敵だって言った時に、近衛文麿は京都の自分の屋敷の庭に陽明文庫っていうその宝物殿ですよ、あれ 文物をね保管する藤原一族の何ていうんですかね、ランドマークっていう藤原一族の記念館みたいなのを作ったんですね。昭和12年13年あたり、14年かな、なんでそれを作ったか、その時期にね、なんかやりたいことがあったんですけども、で藤原道長は非常に尊敬したようで、近衛文麿がね、でこの歌は多分好きだったと思うんですけども、こういう有名な逸話があって、お風呂があるんですよね、広い屋敷、屋敷って言ってもいっぱいあるんですよ。近衛文麿の場合って屋敷ってすごくて、荻窪、杉並区って隣にありますけども、荻窪に敵外装っていうのは1800坪かな、今もともと1万何千坪だったんですね。敵外装っていうのがあったりね、それから根城の方に小梅町っていうのがあったらしいけど、その前にあった屋敷は 何万坪か10万坪か忘れちゃいましたけど、何万坪でねあったりとか、軽井沢とか小田原とか、あるいは永田町とか、方々にね大きな屋敷があって、大資産家だったんですが、あのお風呂って曇りがあるんですよ、当時ね、外から見えないんですけど、これガラスに変えさせたんですね。でちゃんと行っても月が見たいんです、風呂に入りながら満月見たいって言うんですよ、満月が好きだったんですね。で、家人、女性たちは嫌だ嫌だって、外から見えるからって、でも無理くりガラス窓に変えさせて月を見たっていうのにすぐなってますけど、そういう人ですね。それから誰も尊敬しなかったんですね、この辺もあるね、蛇のような目をしたって、そういうことを彼の息子とか女性、梅さんの旦那さんがね日記残してですね、秘書とかね、嫁さんの旦那さんというのは細川首相のお父さんなんですけどね、そういうことですね。で、これですよ、だからこの世は我が家とぞもう持ちずに欠けたることはなしと思うか、我が家にしたかったんですね、近衛文麿はね。で、彼にとって本当に恐れ多い話なんですよ、私がしてる恐れ多い話なんですけども、でも実際にあった話で、昭和天皇に全戦争責任を押し付けて、で、仁和寺にね、仁和寺に入っていただいて、それやってるんですよ、仁和寺に入っていただいて皇太子を擁立して自分がその後継人になってた。で、米軍が進駐するっていうのは彼は分かってましたね、最初からね、米軍を進駐させるために日本軍を壊滅させるために戦争してるわけですから、今度はね。で、米軍が進駐していち早くマッカーサーと握ったのは近衛文麿ですから、これ真実として間違いないですからね。で、マッカーサーから新憲法を制定するように言われて、はい分かりましたって一生懸命やってるんですから。東国内閣の次はどれだっけ、
して、はい、ね、だけどあれってタイミングの、ま、もしあのあれですよ、違ってると来ないなったんですよ。でもちろん東国内閣の副首相って来ないですからね。これ敗戦直後って来ないは新党を立ち上げようとしてますから、で鳩山一郎にお前出るなって釘刺して、そういう動きだったら昭和16年8月9月10月、うん、あ、ごめんなさい、昭和24年に失礼いたしました、うん、そうなんですよ。これも全部隠されてますけどね。でうまくいってたんですよ。近衛政権ですよ、アメリカサブジェクト2の近衛政権ですよ。で昭和天皇は早くあの引退しろって記者会見に言ってますからね。でその前はね、ちょっとだんだんまた興奮して順番がめちゃくちゃになってくるんですよ。これここの皆さんだからね、もうあれしますね、こういうことを言ってるっていうのは官房長官が日記に残してますから間違いないんですけども戦争責任の話ですね。先に知ってるよね、こう言ってますよ。これ読んだ時ね、私も震えが来てね、許せないと思いましたね。でもだから徹底的にやったんですけども、これ、ね、こういうふうに言ってますね。日本の憲法というものは天皇神聖の建前であって、英国の憲法とは根本において相違するものである。ことに統帥権の問題は、政府には全然権限がなく、政府と統帥部と両方抑えられるのは天皇ただお一人なのである。それを英国流の運用で陛下が消極的であられることは、平時はともかく戦時には困ることが多いのである。英国流に激励とか注意とかを陛下が与えられるだけでは収まりのつかぬこと、日米交渉において痛感された次第である。まあ、これは戦争末期に、ね、振り返ってね、天皇責任ということで、戦争責任ということで言及し始めてるんですが、この次ですね、問題がね。お上には最悪の場合のご決心もあるとも恐れ多いことだが、その際は単にご大義ばかりでなく、仁和寺とか京都の仁和寺ですね、さっきの陽明文庫、近衛の京都の邸宅のすぐ近くです、ね、私も行きましたけど、仁和寺とか大覚寺にお入りになり、戦没将兵の英霊を慰められるのも一歩かと思うし、また申すもはばかれることだが、はばかれるなら言うなよと思うんですけど連合艦隊の機関に召されて艦とともに戦死していただくことも、これこそが本当の我が国体の護持ではないかと思うと語った。これは風見明官房長官の後任の富田健二第2大佐治近衛内閣の初期官庁が残してるんですね。でこれだけじゃなくて、いろんな人がこの中のことを書いてるんですけども、近衛がまたこう言ってますね。日本人が全部死んでいく、国際護持のために1億国民が玉砕する、そんなことは意味をなさない、言葉だけのことだと思う。90歳の老人、生まれたばかりの赤ん坊も皆日本人が玉砕する、一家連隊、せいぜい一個師団の全滅ということがあり得るだろう。いわんや1億玉砕して天皇制って言ってますからね、天皇制を守るというのは意味がわからない。敗戦の暁どうして国体を保持できるか、私は陛下にお願いして連合艦隊の機関に乗っていただいて、何回も言ってますよね、最後の決戦に艦と運命を共にしていただく、これこそがまた天皇制って言いますよ、天皇制を守る道ではないかと思っている。1億の国民ことごとくを玉砕させて天皇制を守る、そんなバカなことはない。天皇一人逃れて国民皆を自陣させる、これこそ日本の国柄には絶対ないことだと信ずると言って、これで昭和20年には京都の仁和寺に入れようとしてるんですね。その密に後で話しますけども、これはお寺の文書にも残っていますね。で戦後、これはもう、アメリカの新聞 の記者会見もう出てますから、活字になってますけど、責任を天皇退させるし、で一生懸命みんな守るわけで、軌道とかね、当たり前ですよね。そんなことしたら、それを理由にしてどこまでやられるか分からない、GHQ、連合軍がそれも入ってるわけですしね、アメリカだって2つの意見を分かれてるし、そんなきっかけを与えちゃいけないときに、近衛はまず昭和天皇に責任があるから退すべきだって、どんどん発信してるわけです。これが昭和20年の9月とか10月の話ですね、8、9、10月の話ということですね。だからそういうことがあるんで、もう私はこれ徹底的に解明しなきゃいけないと思ったということですね。はい、ここまでが前振りです。はい、じゃあこのレジュメいきますかね。レジュメを見てください。映像番組今、日本の称賛と敗北、現代への教訓というところですね。これ今の目が冒頭させてくる。はじめに、まとまっていれば負けない日本、救急の敗北の教訓とは、そうなんです。
我が民族はまとまったら絶対負けませんですよね。一人一人優秀だし、ね、戦後言われてることはデタラメですから、陸軍こそ合理的だったんですね。もちろん貧すればどうするから、あれだけ物資がなければおかしなことがいっぱい起きますよ。でもあれだけ物資がなくて戦ったこと自体が脅威ですよ。他の民族とか言いたいんですから ねということですね。だからまとまってなかったんですよ。後ろから鉄砲撃たれたわけですね。だから負けたんですね。で後ろからの鉄砲は何かというと、一番骨です。骨ですね。骨は今なんですということですね。はい。でこのレジュメの2番、コネ・ヒンバルが見る日本敗北の教訓ですね、この話で、約30のストーリーでコネは自分の野望を実現するために大東戦争を使ったということを、まあ、称しているわけですね。暴走も含めてこの30のストーリーなんですね。その中の真ん中よりちょっとした秋丸機関と福安、それから非戦の決意、亡国の心情ここにありますね。この部分がこの本になっているわけですね。だからここに位置づけられているわけですね。一連の品事変からのストーリーの中に、あるいはこのような人生の中にこれ位置づけられているんですね。でそこからまず話をしていきます。日米海戦陸軍中、ちょっとポイントだけいきますね。時間がかなり過ぎちゃったんで、陸軍海もそうですけど、陸軍もあるいは政府の水曜部重心連合もアメリカと戦争できるわけないっていうのが常識でした。昭和10年代、ね、常識でした。絶対に戦争はありえない。まあ会議では元気なこと言いますよ。海軍も予算取りたいからいろいろ言うけど、本音は絶対ありえないというのはみんなの共通認識だったと思うんですね。それはなぜか、これですね、科学的にさっきの研究機関だけじゃなくて、いろんな機関が昭和10年代に研究してるんですよ。日本の国力、一番上、一番財政研究会、これ石原幹事肝煎ですね。2番目、企画院、これご存知ですね。あの品事変遂行の総力戦の本部ですな、企画院ね。統制計画です、物資導入。3番目、陸軍省整備局。陸軍も自分のところの物資の統制もそうだし、そういったスコープとか視野でいろいろ研究してました。この3つの機関が結論出してます。昭和10年代、12年、13年、14年、15年、16年と。絶対戦争できない。それはそうですよ。戦略物資の、ね、大半をアメリカから輸入してるわけですからね。石油の7割、時によりは9割輸入してるわけですからね。そんな国とする。そんなこと戦争できるわけないだし、それから実は日本っていうのは世界恐慌をいち早く立ち上がった国なんですね。そうなんですよ。でそれは何でかって民間努力なんですね。でブロック経済って言ってるけども、これも本当に誇張されてるところがここにあるんですが、ブロック経済っていうのは例えば日本軍の貿易船がいて、それを大砲で撃たれるわけでも何でもないんですよ。税金が高くなるとかね、関税がべらぼう高くなる、そういう話なんですけども、日本の繊維製品を締め出そうとして、例えばイギリス、インドのイギリスの経済圏とかね、アメリカとか、関税ものすごく高くするんですけども、日本人はすごくてですね、経営努力で、トヨタ食器なんか皆さんご存知だと思いますが、例えばイギリスは助工、工員が1人で3つの機械しか見れないところ、日本のトヨタ食器だと十数台見れるんですね。で、質も高いし、価格も安いし。だから交換税でも伸びたんですよ、日本の製品が、うん、そうなんですよ。だから日本はブロック経済でやられて、満州事変うんぬんかんぬんって、安倍さん の諮問機関のね、戦後の談話でも言ってますけども、あれ嘘なんですね。全く嘘ですから、統計的に嘘ですから。昭和12年まで日本経済伸び続けたんですよ。貿易も GDP も個人消費もね。アメリカなんか全然ルーズベルトの 何政策でしたっけ、ニューディールね、うまくいかないんだけど、日本はうまくいってるし、そうしたもんですよ。それも全部隠されてるけどね。ところが昭和12年から転げ落ちるんですね、日本は。なぜかというと品事変ですね。そりゃそうですよね。伸びてるって言ったってまだスケールちっちゃい、軽工業中心ですから、機械化が進んでるんですからね。そういうところに鉄砲玉とか戦車とか飛行機とかボンボン作んなきゃいけない、あるいは現地の膨大な
ね、兵隊をこのバックアップしなきゃいけないわけ でそれも輸入ですよね、かなり工作機械なの、どっからともやめにかかるようにしてるわけ で輸入するには外貨が必要なんですね、分取るわけにいかないから、結局繊維製品を輸入して、あ、輸出して、さっき言った見返りに外貨もらって、その外貨でアメリカから兵器とか機械を買うわけですけども、結局あの自分のところでも品事変用の生産をしなきゃいけなかったもので、簡単なものが日本国内に作らなきゃいけない、そこに膨大に人の金取られて、結局輸出できなくなっちゃうんですね、生成品、繊維産業がダメになっちゃうんです、ということが直接な原因、ね、で2番目はアメリカが戦略物資を少しずつ、ね、金融し始めたから、あの全然立ち、日本経済破綻ですよ、昭和12年、13年、14年、15年、ね、大東戦争っていうか、その日米開戦前にも破綻状態だし、破綻状態になるよって正確に予測してるんです、この秘密の機関が、ね、だから絶対戦争回避ですよ。で、僕全部読みました、詳しくね、この書類も全部読んだんだけど、でも一つでも対策させないといけないって言って結論出してですね、みんなね、どういう対策か、切り抜けるためになお最後までアメリカに座り続けるという対策が、最後の最後まで金がなくなるまでね、最後の金がなくなるまで重要物質をアメリカから輸入してもらうしかないって書いてあるね、これ本当の話ですね、ということなんですね。なんですけども、でも陸軍としては、でもね、そんな日本だけどもアメリカはもっともっと締め付けてくる、最後には石油の一滴もくれないだろうって予想してるんですね、これ予想通りですね。そうなった時にじゃあ日本はどうするの、2つ選択肢があって、ね、まあ、手を挙げちゃう、そうすると今と全然違う状況ですから、白人が地球を抑えてて黄色人種なんかいない方がいいっていうんですよ、はっきり言って、ね、だから日本は石油も一滴もなくなって船も動かない、飛行機もダメって言って万歳して手を挙げたら、まず軍艦来ますよね、向こうからね、で言うこと聞けですよね、でどん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 大地ももちろん大地も侵食されて、フィリピンと一緒になりますよ、ね、でいち早くみんな英語を喋るの喋らなきゃいけないっていうのを陸軍の人たちは危惧してたわけですね。じゃあどうするか、それを研究しようって立ち上げたのがこの秋丸次郎の秋丸陸軍省秋丸、これちょっと暗いけど、これ陸軍 の組織図なんですね。左が参謀本部で右が陸軍省で、分かりにくいから口で喋りますけど、太字のところがこの研究機関に活躍、研究機関ってね、ここに書いてあるし、ここね、ここに戦争経済研究が正式名称、秋丸機関があるんですけど、要するに全組織、参謀本部と陸軍省全組織が挙げてここに協力してるんです、そういう図ね。それを昭和14年の暮れあたりから陸軍始めてるんですよ。じゃ責任感あるわけですよ、海軍なんか全然そんなことやってないですから、ね、いい我々は そう持ちまして、本当に素晴らしい国ですね。これ秋丸ですね。でそのリーダーが秋丸次郎で、ね、で秋丸次郎はどういう人かというと、あの陸軍はですね、これもイメージ間違って伝えられてますが、第一次世界大戦に相当艦船部下を送ってて、詳細な研究をしてます。でこれからは総力戦だと、これからの戦争精神ではなく、ね、戦争以降経済だってことを陸軍の首脳部ははっきり認識してます。で、こういうふうに言ってますね。前線の兵士たちもそうだけども、これからの戦争はそれ以上に工場に働く何十万人という労働者が戦争してるんだと、そういう時代の戦争総力戦に備えなきゃならないというふうに陸軍ははっきり認識してますね。一番の理論家は永田哲さんですよね。なんですで秋丸、あ、陸軍はでその大正時代からそのために東京大学、東京帝国大学経済学部に毎年多くの人材を送り込んでですね、で1人3年間勉強してるんですよ。でその1人、これ秋丸次郎、秋丸次郎中佐です。とでこの人が満州で統制経済をやってたんだけども、昭和14年に呼び戻されて、正式名称陸軍省戦争経済研究班の班長だったんですね、リーダーということですね。これの上司は岩黒ですね、岩黒秀夫大佐って言って、ご存知ですね、あの大東亜共栄圏の発想を作った人ですね、中野学校の創設者ですね、それからインドの独立工作をした人ですね、だから日米和平交渉にも絡んでますね、ね、岩黒大将という大将なんですけどね、あんまり聞いてることないですよね。
でも安心してください。私はこれちょっと先飛ばして言っちゃいますが、実は去年だけ、お年だけ忘れたけども、陸上自衛隊の幹部学校で今皆様に話してると同じ授業をしたんですね。よくやらせてくれたと思うんですけども、防衛大学じゃ絶対無理ですよね。校長先生、陸上自衛隊幹部学校というのは昔でいう陸軍大学です、ね、で、防衛大学は昔でいう士官学校なんですね。だから幹部学校は左官系の人が生徒なんです。そこで授業をさせてもらって、で、校長先生が私にくれたのは、当校では大東亜戦争としか呼んでない、で、防衛大学では太平洋戦争としか呼んでないです。本当の話ですよ。で、授業にあたって、これ教官の方が随分聞いてくれてね、私の授業を教官の方が聞いてくれて、校長先生、これそうね、学校の方が暗いけど映ってるの生徒が周りに教官とか校長先生がね、で、全員これ事前に読んでくれて、で、生徒は左官級の生徒ですけどね、優秀な人です。二十何人かな、一人も読んでなかったですね、これね、事前にね。で、今の話なんですけど、途中で不安になってきて、ね、質問したんですね。まあ、自衛隊員だけど軍人魂もね、持ってなきゃ困るし、で、中野学校知ってる人って聞いたら4割でしたね、知ってるって言ったのね。そんな感じですね。それから岩黒大佐って知ってるって言ったら1人もいらんですね。そんな感じですね。